しゃ、これだ。当チャンネルなんと登録者3000突破です。ありがとうございます。はい、皆さん、こんばんは。今日はね、メバル狙いに来てまーす。本当にええコンディションなんでね、なんとか1匹釣りたいとこです。まあ、狙いはね、25以上かな。まあ前のね、動画では25ぐらいの何本か撮ってるんですけれども、今日もね、釣果期待していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よいしょ、いくぞ。もちろんね、フロート使ってやっていきます。めっちゃ浅いんでね、ここ。ただね、先からちょっとだけ雨降り出してきたんですよね。なんか嫌だよね。まあでもね、大丈夫。めっちゃ小雨。ほんでちょっとね、藻はちらほら生えてるけど、3月ってことを考えたらそこまで生えてないのかな。もっともさーっとね、生えてる印象があるんでね、いつも。まあメバルにおいては藻の濃さっていうのもね、一つ大事な要素ですよね。まあ、3月になってね、ちょっと暖かい日とか、寒い日とか繰り返してますよね。三寒四温って言うんですかね。それを超えて春になる。まあ、ここでね、春告げ魚さんが来てくれたらバッチリなんですけど。特に流れっていう流れもなくやな。で、今日はね、アジアダーのプロ。ちょっと長いやつですね。これのクリアピンクから行ってます。はい、アジアダープロ。ほんで、まあ、やっぱりね、デカメバル狙いたいんで、このロッドっすね。ドリコンの 88H。でかいやつ狙うときにはお世話になってます。まあ、今年はまだこいつでメバル釣ってないんでね、なんとか一発いっときたい。まあ、実はね、ちょっと釣り久しぶりなんですよね。というのも、ずっと引きこもってキングダム見とったから、あんまり行ってないの。アニメ1期から今5期かな ?5 期今やってるところまでは全部見ました。まあ、1期2期と3クール分あったから、まあまあ、見たよね。寝る間惜しんで。ここここここ。いや今のところは当たりもクソもみたいな感じやね。おるんかメバル。ピンクに変えよう。これはね、アジアダーのシャット。まあ、若干ね、寄せてくる波、風も少しだけ出とるんで、フロートが手前寄りがち。ちょっとね、寄ってくるようになったんで、糸吹け取りつつやってみるめん。背中めっちゃかゆい。よいしょ。次はね、クリアピンク、桃色吐息ですね。桃ちゃんに変えてみよう。もうなんか一匹でいいから顔見たいわ。毎回それ言ってるよね。でも1と0ちゃうからな。ほんまに。もう決めた。今日は1釣ったら終わろう。ええ時間やしな。明日も仕事や。めっちゃ丸い石見つけた。マジかよ。まあ、ちょいちょいね、動きながらやっていきます。よっしゃ、これだ。はい、来たー。でもそんな大きくない。もぞもぞゴンでしたわ。やっと来たよ。はあ、ついにこの日が参ったのじゃ。はい、太鼓はいいよね。22、3センチってどこでしょうか。太鼓はいいぞ。あ、嬉しい。いやー、やっと一匹目。一匹釣ったら買えるってちょっと言っとったけど、もうちょいだけやりたい。もう決めた。今日は1釣ったら終わろう。釣れたらもうちょいやりたなるね。まあでも、22、3っていうところなんで、これはちょっと逃がしましょうか。25ぐらいからですね、持って帰りたくなるのは。ありがとうございます。桃色吐息ちゃんですね。痺れたわ。沈黙破ってくるやつ痺れるで。ありがとうございます。はい、桃色吐息のアジアダシャットでした。グッグッゴンでかかった一匹です。よっしゃ、これだ。よっしゃ、これだ。
まあ、今ね潮引いてる状態なんで、もう全体的に浅いんですよね。まあ、浅いかつ、まあ、それなりのメバルを想定すると、とにかくゴリ巻きで魚を寄してくる、まあ、これ大事になってきますね。まあサイズはそんなにだったけど、廃校あるメバルはかっこよく見えるし大きく見えるよね。春ですなぁ。そうそう、ちょっと一つ嬉しいお知らせ、当チャンネルなんと現時点で登録者3000突破です。なんだろう、まだ積み重ねていった結果っていうような感じですよね。ご説明しよう。当チャンネルは2019年夏に始まり、5年目真った中、これまでアップした動画の数はショート動画含め488本、累計再生数はもうすぐ90万回となる。まあ今後ともね頑張っていきますので、よろしくお願いします。まあ一つ節目の数字なんで、まあ簡単にお知らせをしておきます。さあ釣ろうか。息も白いわ。まあ今日はね寒い方やと思います。でも超過で熱く盛り返したい。はい、皆さんお疲れ様でございます。ちょっと結果はね申し訳ないことに1匹と、まあ、デカメバルを目指して頑張ったんですけど、まあ、23センチぐらいでしょうか。まあ、でも体高のある素敵なメバルでしたね。まあ、今回はねちょっと皆さんに、まあ、当チャンネルの登録者3000人突破っていうのをね、まあ、お知らせも兼ねての証拠でした。まあ、動画始めてねもう5年目ぐらいになるんでしょうか。まあ、昔ちょっと動画撮ってみて簡単に編集してアップしてみようかっていうところからね、今日までなんとなくですけど続いているチャンネルです。今はね友人も協力してくれたり、見てくれてる人もどんどん増えてね、まあ、釣りに加えての楽しみの一つとなっているようなところです、個人的に。ですからこれからも頑張ってやっていくということもお伝えできたらいいなと思います。まあ、ライトゲーム中心のねチャンネルになってるんで、そういった釣りがお好きな方、登録まだやっていう人はぜひね熱いご登録よろしくお願いいたします。もうポチッとするだけなんで、まあ、これもモチベーションの一つですよね。よろしくお願いします。まあどんどん春は進んでいきます。これ毎回言ってるけどね。だからちょっとメバルどうかな。今3月ですけど、なんだかんだしとったらあっという間に4月、5月になります。まだまだ楽しみますんで、メバルは。ぼちぼちやらせてもらいます。じゃあ今後ともよろしくお願いします。ということで今日はこれで終わります。バイバーイ。